第26号紹介特務艇は、日本海軍の特務艇、第1号型紹介特務艇の11番艇、太平洋戦争の終戦直前に巡航し、戦後漁船として最終駅した。丸船計画の特務艇、第2121 21号艦型の26番艇、仮称艦名、第2146号艦として計画。 1944年11月5日、第26号小海特務艇と命名されて第1号型小海特務艇の11番艇に定められ、本席を横須賀鎮守府と仮定。1945年5月31日、戦隊外正により村上造船所から横須賀海軍交渉へ引き渡し、8月2日巡航し、本席をクレ鎮守府に定められ、 下関防備隊に編入。終戦時は、裏側に所在。その後横須賀へ開港される。1947年1月12日、横須賀地方福音局所管の特別輸送管に定められ、帝国特務定席から除席。同日付で官名を聖徳第26号と解消し、特別保管管に指定される。2月1日、行動不能官邸に定められる。 4月9日、裏画像選書、第1選挙に入居し現状調査を行う。4月15日、特別輸送艦の定めを説かれた。4月17日現在の船名は、第2の部広丸。11月22日、在東京アメリカ極東海軍司令部から、本船の漁船への改造許可が出された。1948年2月26日、 船体が日本側に移管され、漁船となった。船尾に26の低迷表記が残されているが、撮影年月日が不明のため、撮影日時点での低迷は消毒第26号、あるいはすでにファンネルマークが記入済みのため、第2の部広丸の可能性もある。本来の低名表記は、第26交渉会特務艇。 1947年1月12日以降は聖徳第26項。家庭本籍や所管地方福音局との相関が取れないが、本籍設定は宇宙への原文まま。昭和20年10月1日付軍務一代180号の定めによる自動除籍。ありがとうございます。